ユイト、今から少し。どうしたんだ改まって。ムスビーズに行きましょう。強化が隠してたことって何なんだ。今までずっとあなたにどう思われるか怖くて言えなかったのだけれど、私は昔渡月の命令であなたのお母様若菜スメラギを監視していたの。おふくろ。ええ、彼女が渡月から脱走した後すぐに渡月は私を周防に送り込んだのよ。私は彼女の様子を探って渡月に逐一報告したわ。彼女の行動、彼女の生活、それに家族のことも。そうか、それで京香は俺の子供の頃のことを知ってたんだな。ごめんなさい、ずっと黙っていて。いや、話してくれてよかったよ。正直驚いたけど、当時の京香の立場を考えれば仕方なかったんだろうし。ありがとう。罪滅ぼしになるかわからないけれど、もし何か知りたいことがあったら何でも答えるわ。知りたいことか。そうだな、これちょっと言うのが恥ずかしいんだけどさ。え、何かしら。お袋のことを聞かせてもらってもいいかな。直接会えたけど落ち着いて話す時間がなくてさ。ええ、もちろんいいわよ。どこから話しましょうか。お母様とお父様のロマンチックな出会いから。いや、そこまで遡らなくていいから。俺が生まれたあたりからで。そうね、あなたは入院続きだったけどとっても可愛らしい赤ん坊だったわ。そんなあなたをお母様はすぐそばでずっと優しく見守っていた。あなたとお兄さんが成長する間もお母様はどこかで渡月の影を感じていたと思うわ。それでも彼女は恐れや不安を見せることなくあなたたちに愛情を注ぎ続けた。立派な人だわ。あのさ、もしかして京香も俺たちのことお袋と似たような気持ちで見守ってくれてたのかな。いや、なんか今の話し方すごく優しかったからさ。違ってたらごめん。そうね、確かに感情移入していたのかもしれないわ。何年もあなたたち家族をそばで見ていたから。今でも思うわ、若菜さんにはあのまま幸せに生きていてほしかったって。だけどあの頃の私には渡月に逆らうなんて発想さえなくて、ただ見ていることしかできなかった。京香が責任感じる必要はないよ。今の京香はその頃とは違うんだし。そう言ってもらえると少しは自分を許せそう。ありがとう、ユイト。俺の方こそ、お袋のこと聞かせてくれてありがとう。またそのうち話聞いてもいいかな。ええ、いつでも。私も話したいことがたくさんあるわ。あなたが初めて歩いた時のこと、あなたがおむつを。ちょ、そういう話はいいってば。俺、もしかしてすごい弱みを握られてる？あの、ごめんなさいね、ユイト。また…え？何の話だ？ほら、占いとかお守りと、これからはユイトにとって
私はあなたのことも家族だと思っているの。嫌がらないでくれると嬉しいわ。嫌なわけないだろう。嬉しいよ、京花。そういえば、カサネの育ての親が。なあカサネ、今ちょっと時間あるか？ええ、大丈夫だけど。実はお袋の。そうね。え、なんで？二人で話せる場所の方がいい。実践訓練を兼ねてってこと？ピクニックに行くわけじゃないんだけど。じゃあ1時間後に出発ってことで。この辺の会はあらかた片付いたな。そろそろ休もうか。ほら、重ねの分の弁当。なんだ、重ね黙っちゃったぞ。嫌いな野菜でも入ってたのかな。それとも凝りすぎてドン引き。もっと簡単なのにしようと思ったんだけど、ついつい力が入っちゃってやりすぎたかな。別にいいんじゃないかしら。味も悪くないわ。あ、ありがとう。それじゃあ食べながら話そうか。しかし俺の袋をママなんて呼ぶから驚いたよ。私のママのことをあなたがお母さんって呼んだんでしょ？そんなのどっちでも一緒じゃ。いや待てよ、育てられたのは重ねの方が先なのか。そうね、ママが渡月にいた頃に私を育てて、それから周防でユイドたちを産んだことになるから。ってことは重ねと俺は姉と弟みたいなもんなのかな。ちょっと待って、どうして私が姉なの？だって重ねが先に育てられたんだろ。つまり重ねの方が俺より年上ってことじゃないか。それはそう言われるとその通りね。あまり深く考えたことがなかったわ。結構大雑把なとこあるよな重ねって。まあ海抜群にいると実年齢がいくつかなんて意識することもないしな。私自身記憶がないのよ。ママがいなくなってからランドール家へ養子に来るまでのことは。その間に兄貴と俺が生まれたわけだから10年は経ってたことになるよな。冷凍睡眠でもされてたとか。そうかもしれないわね。私が覚えているのは大事なママがいなくなった辛い気持ちだけ。ああ、でもほら、お袋が渡月を離れた結果俺が生まれたわけだから、俺としてはありがたいかなって。そう。あ、悪い、ちょっと無神経だったな。いいえ、ママが渡月に残っていたらあなたが生まれていないのは事実よ。だとすると俺も重ねのことをお姉ちゃんって呼んだ方が。やめて、お姉ちゃんはナオミだけ。そんなの私には似合わないから。分かった、もう言わないよ。食べた食べた、我ながらなかなかだったな。そうね、ごちそうさま。ねえユイト、ママとまた会えたことあなたはどう感じてる？そうだな、世界の危機だし必要に迫られてたけど、正直言えばめちゃくちゃ嬉しかったよ。私もママの顔をこの目で見た瞬間、自分が子供に戻ったみたいで不思議な感じがしたわ。お互い小さいうちしか会えなかったんだもんな。俺お袋と話したいことがたくさんあってさ。私だって。でもその時間はあるのかしら。どうなのかな。
いつまでこの時代にとどまっていられるのか、カサネは聞いてないか？何も。もしかしてこのままこの時代にとどまってくれるんじゃないかって思いたいけど。うん。でも正直、心のどこかで分かってる。ずっと一緒にはいられないんだろうなって。そうね。でも寂しがってばかりいるのも何か違うような気がするの。ごめん。カサネは偉いな。俺なんかつい湿っぽいことばっか言っちゃって。別に責めてるわけじゃないわ。ただ私は会えなくなることが関係の終わりだとは思いたくない。たとえ一緒にはいられなくても、誰かに愛された記憶はなくならないものでしょ。俺も小さかったけど、なんとなく覚えてるな。お袋と一緒にいて自分が幸せだったこと。そういう記憶がある限り、どれだけ時間を隔てても私たちの気持ちはつながってる。そう思いたいの。いいな、その考え方。レッドストリングスなんてなくても心は時間を超えてつながってるのかもな。ええ、言葉にすると陳腐だけれど。そうかな、そんなことないと思うけど。でも時間跳躍能力には随分振り回されてきたよな。文句言いたくなることもあるけど、でももう一度お袋に会わせてくれたことだけは感謝したいかな。そうね、大事な思い出が増えたわ。笑わないでほしいんだけどさ、俺直接会って声聞いたらなんかグッときちゃって、正直泣きそうだったよ。本当はちょっと泣いてたんだけど。笑わないわ、私も同じ気持ちになったから。ちょっと街の外でくつろぎすぎたかな。ちょうどいいわ、食後の腹ごなしをしてから帰りましょう。よし、二人で協力してサクッと片付けるぞ。気を抜かないで、ユイト。雑魚ばかりとは限らないわ。サスで連携を取って周囲への警戒も怠らないで。重ねって自分じゃああ言ってたけど、やっぱ結構お姉ちゃんっぽいとこあるよな。何か言いたいことがあるみたいだけど。ああ、いや、なんでもない。さあ、行こう。ああ、ユイト、ちょうどあなたと話したいと思って。いいよ、何の話？単なるお礼よ。自分でも私にとってあなたは、あなたにとっての。ユイトの気持ち、少しは分かるようになったかしら。コミ。コミュニケーションって難しいわね。そうだな。ユイト、これはお前は肝心なことを抱え込むところが。うん。お前自身はそう思うのかもし。俺はお前を守る盾となる。俺の命、お前に預けるぞ、ユイト。責任重大だな。でも、その信頼に応えてみせるよ、ゲンマ。そういえば、嵐、あれから強制お休みプログラムの話をしてこなくなったな。そもそも、なんで作ろうと思ったんだろう。俺みたいなやつを休ませるためって言ってたけど、そういえば俺を誰かに似てるって。そうか、
あの人を呼び出してみよう。嵐は嫌がるだろうけど、これがきっかけになれば。なあ嵐、前に俺と吹雪連隊長が似てるって言ってたよな。ああ、そんなくだらないことを律儀に覚えていたのか。確かに似ているよ。真面目で青臭い考え方なんかがね。嵐は俺に真面目すぎて良くないから休めとか力を抜けとか言ってくれたけど、その言葉もあの強制お休みプログラムっていうのも本当は全部吹雪連隊長に向けたものなんじゃないか。面白い考察だね。なぜそう思ったんだ。いろいろあるけど、倒れるまで働いていた吹雪連隊長を見たのが決め手かな。あの人を見ていたら、確かに強制的にでも休ませないといけないだろうなって。だったら嵐は俺にするような話を吹雪連隊長にしなくちゃいけないと思う。もしユイトの言う通りだとしても、そんな面倒くさいことはお断りさ。嵐はそう言うと思ったよ。だから勝手なことをして悪いけど、吹雪連隊長をここに呼んだんだ。もうすぐ来るはずだよ。何？失礼するよ。ユイトからメッセージをもらったんだ。姉さんから話があるってことだったけど。吹雪？ふん、知らなかったよ。ユイトは随分とおせっかいなんだね。そっちが先に休めたのなんだの言ってきたんだろう。だからお返しだよ。やれやれ、まったく君は。姉さん、ユイト、これはどういうことなんだい。吹雪、悪いが私からは特に何の話もないよ。嵐、そんなこと言って。まあ確かにいろいろと口を出したくなることはある。でもね、お前に私の価値観を強いるのは違うと分かっているつもりだよ。考え方が違うからといってその生き方を悪いとは思わないし、否定もしない。私ばかりが正しいなどというのは、まあ思い上がりというやつさ。驚いたな、姉さんがそんなことを言うなんて。そうかな。ある実験の過程で得た答えなんだけどね。実験？ああ、なかなかに愉快だったよ。いい被験者がいたおかげだな、あれは。ま、要するにだ。お前はそのまま自分が信じるように進めばいい。姉さん、嵐。ただ無理はしないでくれよ。お前が倒れても私は支えられないからな、物理的に。ああ、分かってるよ姉さん、ありがとう。ごめん、嵐の言う通りちょっとおせっかいすぎたな。いや、思いのほかすっきりしたよ。面倒だからと避けてきたが、言えずに溜まっていたものが重荷になっていたのかもしれないな。おかげで少し軽くなった。そうか、それならよかった。というわけでこれはお礼だ。受け取りたまえ。お礼？あ、司会が。お休みプログラム簡易版だ。ビジョンがぐるぐる回転するから嫌でも。目が回って。おお、それだよユイト、いい腕っぷりだ。グデユイト呼んでやろう。嵐、本当は怒ってるだろう。いや、頑張っているようだね。頑張りすぎるのもどうかとは思うが。嵐が言うほど。ユイトはサボることに対しての自覚が足りないよ。
自分の力を把握し適度に休む。ユイトが倒れると悲しむ人間も多いんだ。ユイト、君はなかなか見どころがあるね。だが頑張りすぎは禁物だよ。ありがとう、嵐。うん、気をつける。ユイト、話したいことがある。なんだよ。違う、他のやつ。おい、ちょっと。それで今度は俺に何の話なんだ。この間お前と言い合いをしただろ。ああ覚えてるよ。あの続きをしたいわけじゃないよな。俺はもう嫌だぞ。そうじゃない。あの時は僕も感情的になりすぎた。え、今なんて言った？悪かったと言ったんだ。何かおかしいか。僕だって。ああ、うん。いや、俺もちょっと言い過ぎた。あの時、お前を苦労知らずのお坊ちゃまと言ったが、両親を亡くして、今度は自分の記憶もなくしかけた。まあ、そう言われてみると、それなりに苦労してるの。僕の謝罪を受け入れてくれるか。ああ、気持ちは受け取ったよ。言っておくが、僕が謝ったのは間違っていた部分に対してだけだ。お前が鈍いのは真実だから謝らないぞ。その言い方。苦労といえば、お前ベルペッパーだと言っていたな。え？そりゃそもそも生まれつき能力がないって。本当に分かってるのか？一言のように言って。一般人よりもハンデを負ってるんだ。無力なんだぞ。まあ心もとない気持ちはあるけど。違う。ただ僕はお前がそんな風に軽く言っているのが理解できないんだ。建前はどうであれ、無能力者は見下され差別される。口ではおべっかを使っても内心じゃバカにされるんだ。そんなこと今までとは違う目で見られるだろうとは思ってるよ。でも超能力があるとかないとか、スメラギ家がどうとか。お前はタフなのかバカなのか。散々ひどい目に遭ってるの。お前を見ていると僕も簡単に弱い。褒め言葉だと思っとくよ。それにしても別に弱音を吐きたくなってるわけじゃない。今までずっと努力してきても僕の実力は皆抜群です。ああ、うん。自分の力が認めてもらえない気持ちはスメラギ家の人間ってだけで。お前も結構な嫌味を言うじゃない。先輩として一つ助言してやる。自分が見、それが唯一の方法なんだ。へえ、試練って意外と熱いところがあるんだな。意外？どうして意外なんだ？いや、試練はもっとクールな。ふざけるな！どこが似ているんだ？わかったわかった。似てない似てないよ。何？この間のアドバイスだって、あの時は冷静に聞けなかったけど。当然だ。僕は常に今より上を目指してた。ああ、その辺はさすがだと思う。いいだろう。だが今度も容赦はしないぞ。ああ、覚悟しとく。頼りにしてるよ、シデン先輩。
人の顔を見た瞬間見それはそっちも同じお互い様というわけか。せいぜい頑張って僕のいるた。ユイト、お前の第一印象は最悪だったが、今は最悪から一つ格上げしてやってもいい。言い方ってものがあるだろう。まあマシになったならありがたいけど。ユイト、ちょっと聞いてもいい？ああ、なんだ？あの白い花、もう見…いや、今は別にないかな。そう、今、思いっきりがっかりされた気がしたけど。それは、だってユイトのこと。つぐみにはいつも力になってもらってるよ。戦闘でも花のことで。でも私あの…ん？あ、ごめん。別に言いにくかったら無理しなくていいんだ。待って。言う。私。すぐみ？私、ユイトと。え？ずっと考えてた。白い花探したのも。そっか、ヒエノさんの。うん、あの時嘘ついたわけじゃない。だから何か探し物とかもっと役立てること。そんなことしなくていいよ。やっぱりダメ？何言ってんだよ。ダメも何も、俺たちもうとっくに友達だろ。少なくとも俺はそう思ってたよ。でも私いつもちゃんと話せないし。友達になるのに役に立つかどうかなんて関係ないよ。それに前からずっと私の話し方普通じゃないから。それがつぐみの普通ならそれでもいいじゃないか。つっかえずに話せて。そんなことないよ。たくさん喋らなくたってつぐみの気持ち。本当？だってつぐみはわざわざ俺の曖昧な記憶から花の名前調べて、その行動力見たらつぐみがどれ。それにそんなことしてくれるや。そうだよ。ほら、植物だってさ。うん。だからつぐみも役。今のあり、なんだか変な感じ。私いつも、さっきも言ったけど俺はつぐみの友達だからさ。あの白い花だって山の上で咲いてる方が幸せだってつぐみ。だから俺、つぐみも自分がううん、そんなことない。俺の方こそつぐみの友達でいら。うん、友達。あ、そういえば花のことだけどさ。何？何でも。こないだの白い花は持って帰れなかっただろ。だからアジトの中でも咲かせられる花っていろいろある。アジトの中だと直射日光が刺さないから。スーパー。でも土も種類に合った土じゃないと花が疲れちゃう。初心者向けの簡単な。簡単な植物なんてない。みんな分かった。つぐみも俺のことと。よし、それじゃご教授お願いします。
つぐみ先生。うん。え？あ、はい、わかりました。自分の、え、どうしてだ。あの、笑わないでね。笑わないよ。私とユイとの距離縮まったよね。なあ、カゲロウ。野郎にお茶に誘われる。なんでそんなに意外そうなんだ。そりゃそうだろう。結局今まで俺があれこれ言って連れ出したりしたけどよ。確かにわだかまりは。ま、そりゃそうだよ。でもだからこそ、それにカゲロウと町に出かけ。へえ、そういういいとこって、それはついての。いいとこって言った割にはず俺みたいなやつの言うことをホイホイ信じてどうす。何のために俺をここに連れ。お前、俺のことを理解したいって言ったよな。聞きたいことがあるなら何でも聞いていいぜ。お前にはその権利があるだろ。そういうことか。じゃあ一つ聞かせ。ああ、何もかも渡月の件、俺は2000年間それだけのために生きて。ああ、その話は理解できたよ。疑ってもいい。なんだよ。カゲロウはもう渡月の計画を止めて。だったらなんで今。お前って妙なとこで鋭いな。まだ何か隠してることがあるのか。そうだな。いや、ただお前に言ってないことがあるとすれば、俺はもう燃え尽きちま。燃え尽きたって、なんだよそれ。もう2000年経ったんだぜ。俺の家族も全部隠さず言っちまえば、今の俺にはもうな、たった一つの目的も果たした。今はただ無意味に。カゲロウ、家族を。カゲロウは親父を殺した。俺の家族を。言い方が悪かったんなら謝るけどな。それとも今度こそ俺を。いや、正直に話してくれ。
話ぐらいならいつでもしてやるよ。差しの勝負でコテンパンにされちまう。さてと、うんじゃ真面目な話はこの辺にして。え、今からか？切り替え早すぎだろ。最初からいいとこ連れてくって言ってただろ。いや、さっきは俺の言うことなんか信じるなって言ってただろ。さあさあ、今日はスオーで大人のプライ。遊びは現実逃避なんて言って。ゆいとくん、お疲れなんでない？してるよ。いや、お前さんほん…ま、バッキーちゃんで元気…ゆいとと俺って結構いいコンビだと思わねえか？そういうことにしておくよ、カゲロは。ありがとな。ユイト君が元気になる魔法のキャラの把握が甘い。まあでもそうやって軽口叩ける。様のこと頼れる相棒って呼んでくれてもいいんだぜ、ユイト君。どこまで本気なんだか。でも頼りにしてるよ。ユイト、少しいいですか？難しい顔してるな。何かあったのか？ええ、実は極秘で処理しなければならない問題が、僕一人では少し手に余るかもしれないので。もちろん俺で役に立つなら。実は少し前から旧海抜群病院で行われていた研究について、その調査の過程でとある研究データが、ここでは詳細は話せませんが。ってことはセーランの研究施設に潜入することになるのか。ええ、特異生命研究施設にあるはずです。分かった、メンバーは俺と。ええ、その方がいろいろと都合がいいので。そうか。そう思ってくれて結構です。ではすぐに出発しましょう。今更だけど、潜入に気づかれないように隠れながら進んだ方がいいかな。いえ、前回も通った怪異の多いエリアをあえて選んでいますから大丈夫だと思いますよ。警備が強化されている可能性はありますが、そこが無人なのは間違いありません。そっか、今の人がここを通るのは無理だもんな。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。次だ。最後はユイトが決めましたね。来い。やけどしないでね。それ。いい調子だ。ありがたくもらっておこう。それ。
すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。狙えるぞ。トランク、それこれでよし。珍しいものを落としたみたいだ。近くに物資反応があるみたいだな。お願いユイト。それ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 次だ。来い。予想以上に怪異の数が多い。やはりあまり道中で手間取ると潜入を察知されて研究データをよそに移った。ついてきた甲斐があったな。そういえばなんで。そうですね、ユイトだから。ユイトを見ていて考えてしまったんです。そうか、同じ。ええ、その不安を拭うために。その中にもしかしたら。なるほどな。あ、はい、こんな風に理由を。すみません、勝手な理由で。いいって、どんな理由でも頼ってくれて嬉しいよ。いいえ、残念ながら。もしかして。ええ、薬剤を使って人の脳から超感覚刺激ホルモンを。能力を消すって。敵対する超能力者を無力化する軍事用の兵器として。それを今は研究を盗ん。こんなものが実用化されれば超能力を武器とする僕たち、何よりベルペッパーとして差別されながら生きる人間を今以上に増やすことになり。そうだな。こルカ頼む。調査をして潜入作戦まで立てて実行しちゃうんだから。こう見えても海抜群としての爆発だけは踏んでいますからね。さあ、まだ気を。ここが盗んだデータを研究してるラボなのかな。そのはずです。誰もいないようですね。これは。ちょっと待ってください。どうしたんだルカ。
どうやらセーランの研究はすでに僕の予想よりもずっと進んでいたようです。このデータは薬剤を無差別に散布して町一つを丸ごとベルペッパー化する兵器の開発計画です。これを応用すればニューヒムカの人類全体をベルペッパーにすることさえ可能かもしれません。なんてこと考えるんだセーランは。そんなヤバいものすぐに消去しよう。あ、どうしたんだルカ、早くデータを。いえ、ちょっと変なことを考えてしまいまして。ユイとはこんな風に思ったことはないですか？もしこの世に能力なんてものがなかったらって。ちょっと待てよルカ、急に何を言い出すんだ。僕にはあります。物心ついてからずっと超能力に悩まされてきましたから。今の社会は能力の優劣にとらわれてしまっている。能力のあるなしで差別され、人生が左右されてしまう。でも人類全てがベルペッパーならもう誰も能力のことで悩む必要はなくなるんじゃありませんか？能力なんてものさえなければ起きなかった悲劇をユイともたくさん見てきたでしょう。落ち着いてくれよルカ、自分が何言ってるか分かってるか？僕は落ち着いていますよ。だったらそんな兵器なんかで悲劇がなくなるわけないって分かるだろう。悲劇を起こしたのは能力じゃなくて人間だよ。無理やり能力を消したって何も解決なんかしない。ルカがずっと悩んでたのは分かる。俺も超能力を失うことを考えたら不安になるし、でもだからってみんなの能力をなくせばいいなんて、そんなのは絶対間違ってる。誰よりも能力の優劣にとらわれてるのは本当はルカ自身なんじゃないのか？すみません、今のはちょっと趣味の悪い冗談でしたね。え？冗談だったのか。なんだよ、脅かさないでくれよ。もう安心してください。研究に関する全てのデータはバックアップも含め後も残さず消去しました。そうか、ほっとしたよ。では帰りましょうか。怪異だらけの中での瞬間移動は危険ですから、元来たルートで脱出しましょう。ああ、わかった、行こう。今のルカの話全部冗談だったにしては妙に気持ちがこもってたよな。実行する気はなかったにしてもルカは本当にそうしたいぐらい苦しんできたのかもしれない。これで無事終了ですね。お疲れ様でした。何事もなくてよかったよ。なんとなくユイトをからかってみたくなった。今だから言いますが、正直ユイトには、え、反感というよりひがみですね。僕同じベルペッパーでもユイトはそれを気に病む。そんなあなたに僕の気持ちがわかるはずがないと。そうだったのか。ユイトが謝る必要は何もありませんよ。違う生き方をしてきたからこそ、僕能力の優劣にとらわれているのは僕自身。あはは、勢いで偉そうなこと言っちゃったな。僕の方こそ子供じみたことを言っておは。いや、ルカの本当にユイとはまっすぐですね。そういうところも。というわけで、せっかくですからここからアジタまでます。
え、アジトまでって結構あるぞ。せっかくスタミナも筋力と同じぐらい大事なんですよ。遠慮なしって。ありがとうございます。いただきます。これはいいものですね。僕はずっと兄さんの強さに憧れていました。え？俺強さといっても超能力、唯との折れない。また一歩唯との心に近づけたような気持ちです。じゃあ俺からも一歩近づいたから、お互いに歩み寄れたって感じだな。